はい、リョウジーレディオ3張り目始まりました。というわけで2019年ホットロッドカスタムショーどうだったっていうタイトルなんですけど、まあ僕は今回、前日の30日からベリーバッズっていう動画でも出てた、トライトンですね、あれで出してたのが滋賀の、カスタムショップで、もうずいぶん前から、友達で一緒にねバイク作ったりとかしてまして、で今回一人で来るって言ってたんで、まあ結局ね嫁さん連れてきてたんで3人だったんですけど、僕入れてねブース手伝いに行ってまして、でまあ僕らの搬入は午前中からだったんで、まだ来てないバイク車があったんで全部が全部見れたわけじゃないんですけど、まあ一通り、バイクねバーッと見て、でもう昼過ぎぐらいには帰ってきてたんですけどね、まあなんか一時大昔ね、僕がバイク車に興味持ってホットロッドカスタムショー行き出したのが今から20年前ぐらいなんで、まあ8回目、今回28回目だったってことなんで、8回目ぐらいから僕はまあ毎年ね、ほぼ毎年行かなかった年もまああるんですけど、まあ見に行っていて、まあ本当にここ数年、日本のカスタムバイク、カスタムカーっていうのはすごく本当にレベルは上がっていて、でまあバイクに限ってはもともとは横浜のホットロッドカスタムショーっていうのはバイクなかったんですよ。車オンリーのイベントだったんですけど、まあ何回目からかバイクの展示が OK になってからはもうものすごい数でバイクが増えて、今回何台な600台700台エントリーだった、あれは全部なのかな、全部総台数なのかな、バイクだけで700台いたかはちょっと分かんないですけど、でもまあ相当数エントリーするようにバイクなりまして、でまあその中でアワード取ったりね、なんかこういろいろ取材受けたりとかして、海外メディアにも取り上げられたりとかで、すごく、日本のカスタムっていうのは今、もう世界から大注目されていると言っても過言ではないかなと思います。で僕は前はね会場にもう単純に見に行く側の観客だったんですけど、本当にここ、十数年間は、ショーに出る側のバイク車に携わるので、そういう主観でねものを見るようにショーに行くとなっちゃうんですけど、まあカスタムのレベルは確かにねすっげえ上がってて、なんて言うんだろうな、もう一時のそのなんて言うんだろう、こう古ければ偉いみたいな、あとハーレーだと偉いみたいなね、そういう風潮は本当にもうだいぶなくなってきたなと思います。でまあ独特のね、そのなんて言うんだろうな、今まで日本にはなかったカスタムの手法とか、スタイルっていうのも続々出てきてはいるんですが、まあ、今回のショーに限って言うと、特筆してそのなんて言うんだろう、真新しいスタイルというか斬新さとか、インパクトっていうのはまあなんかこう過去20回ぐらいまあショーに、行っていて、それを超えるものがあったかなっていうとそうでもなかったかなとは思います。クオリティはもちろん抜群にみんな高いんで、すごくね世界に誇れるものを作ってるとは思いますけれど、カスタムのその新しさっていうのはなんかこうあんまり感じなかったかなと思いますね。ただ、やっぱりこう定番っていうかね、こう水準がすごく上がってきて、もうなんて言うんだろう、結構臨界点まで来てるかなっていうのは正直思うんですよね。で奇抜なものをねいくら作っても日本だとやっぱり、もう乗れないので、飾りを作るんだったら、まあ、バイクに固執することはなくて、美術品作りたければね他のもので挑戦してもいいわけで、やっぱりカスタムバイクって日本だとねすごくなんて言うんだろうな、認知されないっていうか認めてもらいにくい
もう文化の上でこのショーが成り立っちゃってるんで、それはまあ車もそうなんですけど、だからすごくね、まあ、残念というか、やっぱそういうののこう型にはまった中でカスタムをどうしてもしなきゃいけないっていうのがあるの で海外行くとね、やっぱ走らないバイクでも富豪が買ったりしてるんでね、そのコレクターみたいな人がいるんで、で日本にはさすがにそこまでの人っていうのは本当に一握りビビダル数だと思うんで、なんで、まあ、チャンスあるんだったらやっぱり僕が思うには、横浜のホットロッドカスタムショーだけで満足するんじゃなくて、本当にもう今はね SNS がいっぱいあって、それこそ YouTube、 この YouTube とかね、あの Instagram とか、あの海外の人がこう簡単にこっちの情報を見れる時代なので、もっともうバンバンね、アメリカだヨーロッパだね、こう行った方がいいと思います僕は、うん、で向こうで評価されて、まあ、逆輸入とかでもねいいですし、それぐらい今なんかこう日本のカスタムって注目されてるんで、本当に向こうの人たちの感性に触れるものとかできればね、もう向こうで大ヒットするかもしれないし、でここ数年カスタムショーにはディーラーさんがブースを出してるんですよ。で一番最初にブース出したのは BMW だったんですね。でこれがもうね5年前ぐらいかな、5年前ぐらい、うん、R90 っていうねバイクを、BMW が発売した時に、この BMWR90 を使って、日本のビルダー4人にカスタムさせるっていう、企画をね BMW モトラッドがやったんですよ。で横浜のホットロッドカスタムショーにそれを標準合わせてカスタムした R90 を展示すると。で一昔ね前まではそれこそ BMW カスタムするなんて何考えてんだって、もうケチョンケチョンに言われた時代があったんですよね。もうぶった切るなんて何考えてんだよっていう、本当にカスタムとは全く縁遠いところにいた BMW がやっぱりそのねカスタムのこうなんて言うんだろう、カスタムによってできる付加価値とかかっこよさっていうのも見て見ぬことができなくなっちゃったんですよね。それで、まあ今回のロッドショーで僕もシート作らせてもらったあの46ワークスさんの、あの46ワークスさんはねもともと BMW とかモトグッチとかもうカスタム抜群にうまくてかっこよくて、でね、一番最初にカスタムし始めた人じゃないですかね、多分日本でその BMW 使って走って速くて見た目もかっこいいっていうカスタムバイクを作ったのは多分46ワークスが、パイオニアだと思います。でそのモトラッドのイベントに46ワークスも当然ね参加していて、で R90 でもう抜群にかっこいいバイク作って、でそれがすっごく評価されて、イタリアのねエイクマっていう本当もう日本でいうところのモーターショーのバイクショー版みたいなやつがあって、もうすっさまじい数の人が来て、バイクも来てメーカーも来てっていう中に、招待されてね、ロッドショーの後に行って、ですごいもう知名度が抜群に上がって、で海外からも当然オファーは来てるし、そういう風にこうわーっとね BMW がやったことでカスタムっていうのが一気に広がって、でそこを機に、その次の年とかはハーレーも同じようなことやっていて、でヤマハも確かやったのかな、で今年ホンダが新しく出した、レブル、あれを使ってねなんか国内のカスタム屋さんにカスタムさせたコンセプトバイクみたいなやつを作ってもらって今回のロッドショーにエントリーしてたりとか、あと BMW も今回ベストモーターサイクル取ったお店だったかな、カスタムゾーンさん、あそことコラボってまた新しい BM の、ね、コンセプトバイク作ったりとかして、とにかくそのカスタムっていうのがやっぱりなんて言うんだろうな、力を持ち出したっていうか、やっとこようやく、うん、でやっぱりねバイクってパーソナルな乗り物だと思うんで、まあ、吊るしでもちろんかっこいいのはね、そのまんま乗ってもいいと思うんですけど、やっぱり人によってね、色、形、これがいい、あれがいいっていうのは、変えられた方がいいと思うんですよね。
うん、でそこを、うん、今までこう固くなりね目をつぶっていたあの BMW が、打破してきたっていうので、最近徐々にそのカスタムバイクの業界っていうのもなんかちょっと昔とはねだいぶこう風潮が変わってきたっていう感はありますね。うん、なんかそんなのをすごく今回感じましたね。だからなんかまあレベルもねもちろん上がってきてて、カスタムバイクなんだけどもメーカークオリティで物作ってるところもいっぱいあって、それこそ、今回ねシート作ったあのアスクモーターサイクルももうメーカーとほぼ同じ、ほぼかもうそれ以上の作りをしていて、メーカーさんじゃできないところまで手が入ってたりとかするんですよ。でこればっかりはね、カスタムショー行ってちょっと見ただけじゃやっぱりね分かんないです、正直。あの囲われてるし間近まで見ていけないので、なのでもし本当に僕の動画とか見て雑誌とか見て YouTube 見て、あこのバイクかっこいいなってもし思って、でそれに対してね僕なんかがこうやってコメントして、あれは絶対いいよこれはいいよって言ってるもので、臨戦に触れるものがあったら、あのもうぜひお店に、足を運んでね現物を見てほしいなってもうつくづく思います。あのねまあよく言う話で神は細部に宿るって言いますよね。あのビルのね、建築なんかの話でも細部の構築の寄せ集めで、大きいものができてて、でそれはその細部の完成度によって全体の雰囲気も出てるっていう、まあ、ざっくりとそういう感じなんですけど、カスタムバイクっていうのこそまさにそれで、パッと見のやっぱりインパクトがでかいものっていうのはいくらだって作れるんですけど、やっぱりその細部の作り込みも兼ねて出来上がってるものっていうのはもう佇まいから何から全然違うものなんで、もう本当にぜひね実物を機会があったら見に行っていただきたいなと思います。で今回はね、まあ、3つシート作って、46ワークスさんのあのドゥカティ、横浜のカスタムショーの動画で出てくると思うんですけど、エンジン色のあれがね、なんかインドネシアの、どっかのショップの、あのピックアップ取りまして、ピックアップアワードかアワードをね取りまして、あれもねすごいよね。だってあのドゥカティのムルティスラーダなんだっけな、ムルティプラフィアットかムルティスラーダ、なんかあのほらエイリアンみたいなでっかいツアラーみたいなのあるじゃないですか、あのバイクベースあれなんですよ。あれをまあね、あのフレームをもう、アグリーなあのフレームをまあ加工して、スイングアームもワンオフで作って、で、さっきチラッとね、あの YouTube で僕、あの46ワークさんのチャンネル登録してるんですけど、バイクのその制作工程をね、動画でしてたんで、あの概要欄にリンク貼っとくんで、ほんと見てください。で空気感とか物を作ってるそのなんていうんだろう雰囲気っていうのをもうぜひ感じてほしいです。でこのねこのクオリティがまあ一個人のお店で構築されてできるんだ、日本だとできるんだっていうのを本当にいろんな人に知ってほしいです。であのクオリティでねバイクを作ることがどれだけ大変で、まあなんだろう、もう本当に言葉あれだけど尊いというかね、うん、すごいことなのかっていうのをね、もうぜひ、あの、動画でもいいんで見てもらって、感じてほしいなと思います。で、46ワークさんはね、すごく、工房も、ログハウス風のガレージ付きのね、ペンションみたいな、こうね、ちょっとかっこいいね、家で、うん、まあちょっと山梨の山奥でやってて、おいそれと行くことはできないんですけど、本当にね、かっこいいバイク作ってます。うん、だから日本でもねようやくそういう雰囲気がなんていうかな出てきた。海外に比べたらだいぶ遅いですけど、まあ、カスタムに関しては日本は本当に後進国だったんで、ここ何年でね一気にそれがこう世界の表舞台に出たなっていう感じはねあるんで、なのでこれからもしねカスタムバイク興味あるっていう人なんかも、もうガンガンいろんな人のバイク見てやってることとか盗んで、どんどん自分にインプットして、でそれをこう鍛錬に鍛錬を重ねてこうアウトプットして世に出てほしいなって思いますね、うん、でそれをまあ僕らも支えられるように日々、
ネタを仕入れて、かっこいいシートとかね、こういうジャンルにはこういうのかなとかっていうのは常日頃考えてるんで、ほんとね、世界撮りましょうみんなで、でね、ほら海外のセレブがそういうバイクをもういいねで買ってくれたら、もうみんなウィンウィンなわけじゃないですか。だからね、こう売り上げが立たねえなとかね、仕事ねえなっつって腐るんじゃなくてね、どんどんこういろんな人のいいところを見に行って吸収して、で技術のなんて言うんだろうな、トレードじゃないけど、こうスキルアップ、もっと貪欲になってもやっぱいいと思うんですよね。堅くなにこう結構ね、聞きに行かない、まあなんだろう、そういうの職人気質っていうか分かんないですけど、こう技術を聞きに行くことを拒む人っていうのはやっぱ多くて、聞きに行って怒られたら怒られればいいと思うんですよね。聞きに行ってこうなんかないがしろにする職人っていうのは僕はどうかなと思うんで、それぐらいの人だったらなんかそういうなんかこうちっちゃいやつなんだなって思えばいいだけで、もうガンガンやっぱりね、こう技術とか知識とかそういうものに関しては貪欲に行きたいなって思いましたね、ロッドショー行って。なのでね、まあ来年はね、どういう風になるか分かんないんですけど、ここ最近はね、トレンドが結構もともとチョッパーしてたんですよね、ロッドショーって。でカフェなんてどっちかっていうと、もうなんか何これカフェじゃんみたいなチョッパーはワンオフパーツ作るけど、カフェって別になんかボルトオンでセパハンつければ OK でしょみたいな、そういう風潮がある時期もあったんですけど、やっとここ何年かでカフェもこうもう勝ち取りましたね、カスタムのその座を。でもともとね、ムーンアイズにはそのロッドショーにはね、カフェの部門なかったはずなんですよ。で何年か前にベストカフェかが当日のセレクションで急遽できて、これはちょっと上げないわけにはいかないなっていうバイクができて、そこで初めてねカフェ、ベストカフェレーサーができて、でやっとここに来てね、カフェもそういう座を得だしたんで、まあチョッパーがね不得意なお店の方はもうカフェで今度はこう参入するというかね、切り込むっていうのももうありだし、だからスクーター以外のバイク、暴走族以外のバイクは出れるので、ロッドショーっていうのは。なんでね、もう例えばもっとこうちっちゃいバイクカスタムするとか、独特のね、日本には独特のあの原付という文化があるんで、まあイタリアにもありますけど、原付、ちっちゃい原付文化もねあるんで、僕は結構ちっちゃい原付が大好きで、あの 50cc のね、なんかカスタム原付、ああいうのもねすごくなんか多分海外の人とか見たら、なんか僕らが例えばイセッタとかね、メッサーシュミットとか、ああいうのを見る感じで、日本のモンキーとかさ、ゴリラとか、ああいうちっちゃいバイク、ジャズだダックスだとか言いますけどね、チャッピーとか知ってます、ヤマハのチャッピーなんかもうもともとカスタムバイクみたいな形してますよね、あのね、バッタみたいな、なんとも言えないで、ああいうのとかもカスタムすることでもっとこう評価されてもいいし、別にハーレー乗ってる、トライアンフ乗ってる、それをカスタムするっていうのが別にこうなんて言うんだろう、カスタムランキングのね上位に来るっていうのはね違うと思うんで、やっぱり創意工夫と独創性アイデアとかね、あとまあ当然技術も入ってくるとは思うんですけど、そういうのが、もっともっとこう評価されたらね、今後いいなと思って見てました。で未だにね、未だにって言ったらあれですけど、やっぱりカスタムショーにもちらほらちっちゃいバイク出てるんですよ。ダックスとかね、カブカスタムしたりとか、僕は今回ね、そっちばっかり目がいって、すげえなんかこう、日本の事情に合ってますよね。足にもなるし、場所も取らない、ちっちゃくて軽い、燃費もいいって、もう最高じゃないですか。だから今後、まあ一時ちっちゃいバイク、多かった時期もあるんですけどね、今後もうちょっとそういうバイクね増えたらいいなと思って見ておりました。まあそんなわけで、今回はねそういう感じでロッドショーなんかでもなかなか楽しめたなと思うんで、来年もし、機会があればぜひ行ってみてください。